コチャニオルケスタルは、マケドニアのコチャニ出身の、ロマ音楽のブラスバンドである。日本語の別表記は、コチャニオーケスター、コチニーオーカスター、コチニーオーケストラ、コチャニオーカスター、コチャニオーケストラなどとも表記される。2000年まで、ナートベリオフがリーダーだった。コチャニオルケスタルは、かつてのユーゴスラビア全域に見られた、バルカンブラスバンドの様式を持つグループの中でも、 非常にファンキーなバンドの一つである。また、往年のトルコ軍のバンドが演奏していた音楽を直接受け継いでいる。彼らはマケドニアの都市コチャに出身である。彼らの音楽はバルカン半島の各地に伝わるジップシーの旋律とトルコのリズムを基本としつつ、ラテンの要素も取り入れている。彼らの曲、式、式ババはカザフスタンの音楽とは 何の関係もなかったが、映画、ボラット栄光なる国家カザフスタンのためのアメリカ文化学習のサウンドトラックで使われた。ナートベリオフは、ロマの歌手、エスマレジェポバと共に曲の不正仕様に関して、この映画のプロデューサーに対する訴訟を起こしている。演奏するコチャニオルケスタルボラット栄光、なる国家カザフスタンのためのアメリカ文化学習 FAQ。 ザラビッシュとブライド http コロンスラッシュスラッシュ www.divanoprot.com スラッシュ vi ewpage.aspxm i n p a g e 個人にオーカスターザグループありがとうございます